ちは、みのままです。ご視聴いただきありがとうございます。最近また大きな地震が増えてきたので、物を増やしたくない我が家でも、今回災害への備えを見直すことにしました。目標は家を安全な避難所にすることです。というのも、子供連れで大変なのは、災害発生からライフラインが元通りになるまでの生活なんだそうです。地震が来たらとりあえず避難所に行けばなんとかなると考えていましたが、子供を連れての避難所での生活は、子供がおとなしくできず周りに気を使ったり、感染症のリスクがあったり、アレルギー食の物資が届かないなど思った以上に難しそうです。ということで、家を避難所にするために、1. 最低3日以上暮らせる備蓄品の用意と、2. 家の危険な場所の見直しをしたいと思います。このチャンネルのテーマであるシンプルな暮らしは崩すことなく、必要な備えをしたつもりですので、少ないもので暮らしたい皆様の備えの参考に少しでもなれば幸いです。それではスタート。あくまでも収納に入る範囲で備蓄をしていきたいと思っています。我が家はシューズクローゼットと靴箱があるので、靴箱の方を完全に備蓄庫にすることにしました。ローリングストックできる食品はキッチンの一番下の引き出しに入る範囲で備えることにしました。ここに収まる分だけと意識するだけでも、買いすぎて物が溢れてしまうのを防ぐことができます。まずは水ですが、大人1人当たり1日3リットル必要と言われているので、3リットル×最低3日分×我が家の場合3人分で27リットル必要です。スーパーで買おうと思っても重くて億劫になり、なかなか買えなかったので、今回 Amazon で頼んでみました。すでに備蓄していた水は期限がなんと来月までだったので、急いで使ってしまいたいと思います。他にはビタミン不足で口内炎になったりするそうなので、野菜ジュースも用意しました。粉末青汁も使えるそうです。子供のアンパンマンジュースも機嫌が悪い時の神アイテムなので、ローリングストックしたいと思います。主食はアルファ米を中心に、茹で時間が短いそうめんや早茹でパスタ、乾パンやおかゆなどを用意しました。アルファ米は主人と娘は食べたことがなかったので、試しに食べてもらいました。お湯か水を注いで、お湯なら15分、水だと60分待ちます。2歳の娘はふりかけをかけて問題なく食べることができました。主人にはわかめご飯を出してみます。缶詰は常温で長期保存が可能で、そのまま食べられるものが多いので非常時に役立ちます。魚の缶詰はタンパク質を補って免疫力の低下を防ぐそうなので、サバ缶を多めに準備しました。あとは娘が大好きな果物やコーンの缶詰を買っておきました。お湯を注ぐだけのお味噌汁やコーンスープも重宝するようです。ストレスを軽減することができる甘いものも大切です。手軽にカロリー補給できる羊羹や、食欲がない時も手軽に糖分が取れる飴、災害時は便秘になりやすいので乳酸菌が入っているビスコなどを常備することにしました。これらの食品を美味しく食べるためにも、カセットコンロは1台は備えておくべき防災アイテムです。コンロの寿命は10年で、知らずに使っているとガス漏れの原因にもなり危ないそうです。製造年月日は側面のシールに書かれています。ガスボンベが3本しか備蓄がなかったので、今回買い足しました。目安は大人2人で1週間で9本使うそうです。この他にもトイレットペーパーやティッシュ、ラップ、ゴミ袋、除菌シート、生理用品や
おむつ、お尻拭きなども多めに揃えました。また断水時はトイレ問題が深刻ということで、今回非常用トイレを買い足しました。1人当たり1日8回分かける1週間分の備蓄が目安なので、大人2人だと約100回分必要です。使い方は便座に袋をセットして、その袋の中に凝固剤を入れて用を足すイメージです。思ったよりコンパクトなので、トイレの収納に置いていくことにしました。停電時用に無印良品のキャンドルミニ無香タイプ12個入り390円と、重なるキャンドルホルダークリア450円を購入しました。このキャンドルの燃焼時間は1個につき約 4、5 時間です。停電した時は家中のライトというライトが役に立つそうです。日常使いして炎を見ながら癒される予定です。そして忘れがちなのが現金です。キャッシュレスの我が家はほとんど家に現金がないのですが、災害時に停電すると電子マネーもクレジットカードも使えなくなってしまうので、1000円や小銭を合わせて1万円から2万円は用意しておいた方がいいそうです。セリアで購入したコインケースには合計で8620円保管することができ、トレイを外せば一緒にお札を保管することもできます。防災リュックはこちらを用意しています。娘が生まれた時に急に不安になって購入しました。被災者の声をもとに防災士が厳選した防災グッズが入っています。ソーラー充電ができる多機能ラジオライトは充電用のケーブルも付属されており、スマホを充電することも可能です。防災リュックは何を準備すればいいかわからないので、あらかじめセットになっているリュックが一つあることで安心感につながっています。続いては倒れる危険性のある家具や家電を固定したいと思います。冷蔵庫は突っ張り棒で固定しようと思い、ニトリの家具突っ張り棒30センチから45センチ1290円を購入しました。冷蔵庫上の高さを測って購入したのですが、まさかの突っ張り棒が入らないということで、すぐに返品してきました。皆様もご購入の際はお気をつけください。テレビは賃貸でも設置可能な壁掛けをしています。こちらのメーカーでは振動検査を行っており、震度6強の揺れまで耐えることができるということでした。ホッチキスで止めているだけなのに、なんだか信じられませんが、実際に取り付けてみると隙間ができることなく、かなりしっかりと取り付けることができ、安心感があります。詳しい取り付け方法は超狭い部屋をすっきり見せる最強アイテム3選でご紹介していますので、興味がある方はぜひご覧ください。いかがでしたか？今まで我が家にはほとんどストックがなく、最近また地震が増えてきて不安に思っていたのが正直なところでした。これで少しは安心して暮らすことができるかなと思っています。少しでも皆様の参考になれば嬉しいです。お知らせですが、最近インスタグラムを始めました。概要欄にリンクがありますので、よかったら覗きに来てください。また少しでも参考になったよという方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。